こんばんばは小山よもですこのラジオはえ私小宮山が最高の飲み会をしたいという気持ちから、まあ、飲み会で本当はこういう話がしたいんだよねっていうことをひたすら好きなだけ喋くっていくというラジオでございます今日私が話したい話題はこれ恋人はいないな女ののセフレ作るの難しすすぎ問題です私恋人が最後にいたのが2年前は ぐらいかな。その別れてから性的欲求をこう。定期的に満たせる相手っていうのがいないんですよ。で、それがさわりかし、ストレスで食欲性欲、睡眠欲って言うじゃない。人生三大欲求ね。女の人の中でも多分満たさなくていい。派の人多いかもしれないけど、それで言ったら私はだいぶ性欲が強めなので困るんよね。普通に。 でもそういう話をさ友人とか、まあ、男友達とかにするとセフレ作ればよくないみたいな一刀両断されんのは違うくないっていう寝れるぐらいさ好きな男の人異性として見られる人受け入れられるっていうことはだいぶ信頼感とか異性としての魅力とかがあるからさ相手と定期的に寝てたら絶対さ愛着湧くじゃんね 私以外の人とそういうことしないでとかいうさ気持ちにならざるを得なくない付き合おうよ恋人としてってならないのかね日遊びみたいな置いたみたいな感じでもっと恋人と寝たりするとかはあるしまあ自分もしたりする時あるけど恋人人がいないいなな女の人の性欲処理さ難しくないですか男の人と違って主制的なサービスもないしさいやあるけどこう店舗として構えてる店はすごい少ないじゃない。 性欲をさ女の人が気軽に満たせるサービスっていうのがあんまりまだ流通してないじゃない世間に1回あたり2万円ぐらいかかる出張サービスが多分メジャーだと思うんですよあまりにも性格がしたすぎて性格って言って大丈夫なのかな <laughs> 性行為がしたすぎて自分の性欲を持て余しちゃってさ調べたことがあるんだけどうさんくさいもんばっかり っかり出てくるよね出張サービスの人も顔とか出してくれたりするけど「えー、寝たいと思えん」っていう人ばっかりでさよく言うよね男の人は大体の人と付き合えるけど女の人は大体の人とは付き合えないみたいな。 あああいうう感覚が多多分分女の人多分あると思うんだよなリアルであったらた話は別かもしんないけどネットで見た時点で「えー、無理」みたいなこの人と恋人とするようなことをお金を払ってやるのなんかちょっと嫌だみたいななっちゃうから持て余すのよ性欲を。 女子大生なのにサークルにも入ってるんですけどでもサークル内で作るのもさそういう相手を絶対話が流通するじゃんだし自分も絶対面白くて言っちゃうから <laughs> ダメななんだよなサークル内とか自分が属する集団アルバイトとかそういう場所での立場を悪くしたくはない。 そうなるとクラブとか行って適当な男を引っ掛けて寝るようにすればいいじゃん定期的にみたいな意見も出るんですが絶対危なくないってなっちゃう身元を割れてない人でさその夜なんかこうお酒の勢いでちょっと楽しく話してさホテル行っただけの男の人いや怖すぎるでしょ 性病を持っているとか大学で出会うさ男子大学生にも言えた話かもしれないけどでもそれ以上にこうお金取られるんじゃないかはめ取りされたりするんじゃないかとかあと共通の知り合いがいないっていう不安さがでかいから本当に恋人がいない女の子の性欲の発散方法っていうのが1人で家でするとかそういうの以外を抜いたら本当に全然ないなと思って絶望している今。元バイト先ととかか友友友人人人のの対1でいられるような共通 その人間がまあなるべく少ないような人を見つけて寝るのがいいんだろうけどいやー寝たいなと思える人はいたりはするけど好きになってしまう可能性がっていうことを考えたらねほんと難しい女の子の性欲解消できる方法はフレがベストじゃんってなるけどやっぱ難しい <laughs> 難しすぎるわー っていうことを永遠にかれこれ一年ぐらい定期的に考えたりしてますね。この議題本当に解決策が分からなくて動けちゃうもんかよ。彼氏を作るのが一番誠実というか王道ルート。今恋人がいる人たちは定期的に性欲を解消できる相手がいるという喜びを噛み締めた方がいいやろうなと思うよ。うん。まあ今回の議題は恋人がいない女の子の性欲解消方法。 結局、ゼフレって言われても難しくないっていう話でした。終わりー